氷畑の例。元は許可証であり、環境と産地が記されていた。文様は波に千鳥である。迷子氷かき氷とは、氷を細かく削るか、砕いて、シロップ等をかけた評価。あんや、コンデンスミルクをかけたものもある。氷は古くはカンナなどで、粒状に削ったが、現在は専用の機械を用いる。また市販品として、 カップに細かく砕いた氷と各種シロップを混ぜたものも売られている。日本以外にも類似のものが各国にある。日本ではかき氷を売っている店は氷バタを掲げていることが多い。夏季に舎児の境内で模様される祭礼や縁日などでは麺菓子、たこ焼き焼きそばとともに代表的な縁日物の一つであり、夏の風物詩の一つである。 夏の季語としても扱われる。氷を細かく割り砕いたものをも、かき氷と呼ぶ。甲子園球場名物となっているかち割りなどである。最も一般的に普及している呼び名である、かき氷は、東京方言の、ぶっかき氷に由来する。他の故障として夏氷、氷水など。近畿では、かち割りなどとも呼ばれる。日本の喫茶店や、洋風の飲食店では、 かき氷をフラッペと呼んで提供していることがある。フラッペ、フランス語、フラップは、本来は、クラッシュドアイスにリキュールなどの種類を注いだ飲料の、ことである。日本ではシロップをかけたかき氷を刺すことが多いが、かき氷に対して、フラッペは、氷の砕き方がやや大粒であるとする説もある。また、大阪府付近など一部の地域では、 一旦かき氷状にした氷に、手のひらで圧力をかけて少々固めたものをフラッペと呼び、かき氷とは区別している。史実上の記録は、平安時代に、清少納言の枕の創始、あてなるものの段に、金属製の器に氷を刃物で削った削り火に、鶴草の一種である甘面をかけたとして、削り火に甘面入れて、新しき金丸に入れたると記述されている。 当時のかき氷は、消灯で削るもので、特権階級しか口にできないものであった。藤原定家の赤月記にも登場する。1869年、神奈川県横浜にある馬車道で、町田棒作りが、初めての氷水店を開店。また、1871年、中川貨平が、五稜郭の外堀で生産した、天然氷が、 箱館氷と銘打って、景品市場に登場しそれまでのアメリカ合衆国、ボストン産の輸入氷、ボストン氷に比べて良質でかつ定廉であった。1878年、粗悪な氷が販売されることを取り締まるために、内務省から氷製造人並み販売人取締まり規則が交付された。これにより営業者は衛生検査に合格した氷の生産地、 販売者名を示した上りや看板を掲げることが義務付けられた。この時に配られた旗が現在の氷旗のデザインのもとになっている。1882年頃には博物学者のエドワード・エスモースがかき氷を食べたことを実書に記している。1883年には東京製評価式会社ができて人工氷の生産が拡大。このようなこともあり、 明治20年代になると、かき氷は、大衆的な飲食物となるに至った。1887年には、村上貞三郎が氷作機を、発明し特許を取る。1895年末に、氷店は、東京、横浜で、5歩に1点、10歩に1歩と言われるほど増え、氷水は1 0他氷いちご、氷レモン、氷汁こと多種あった。しかし、 氷作機が一般化するのは昭和期に入ってからであり、それまでは大岩ナを用いて削る方法が一般的であった。製氷技術については1897年頃以降は機械製氷が主流となった。その後、昭和初期になって氷作機が普及して一般化した。第二次世界大戦前は削った氷に砂糖を振りかけた雪化。 砂糖蜜をかけた、みぞれ、あずきあんをのせた、金時が普通のメニューであった。戦後、専用のイチゴやレモン風味のシロップが、販売されるようになって、雪は姿を消した。作り方の一例を示す。これらシロップのかけ方や量は、地域差がある。あらかじめかき氷を入れる器を冷凍庫などで、冷却しておく。器に、かき氷器を用いて、かき氷を、 若干乗せ、シロップを0ドル1杯分をかける。続けて、かき氷器を用いて、かき氷を盛る。この時、器は斜めにまんべんなく回転させ山盛りになるように、盛り付ける。シロップを1から2杯程度かける。各種盛り付ける果物や、添え物などのトッピングを乗せる。発泡スチロールの器に入れて提供された、かき氷。 プラスチック製のスプーンストローが添えられている。天然氷を刃物の刃先で削ぎ落としたのが始まりとされ、この方法は現代でも日本料理で用いられている。さらに簡便な方法としては、野菜を薄切りにするスライサーを用いても同様のことができる。その後、カンナの刃を上にした鰹節を削る鰹箱、または前述のスライサーのような状態にしたオガンナの 上で滑り止めとして付近などを被せた氷を滑らせ、削り落ちてきたものを救うようになる。1887年に氷章の村上、佐田三郎が特許を取得してこうに知られるようになった。現代のかき氷機は、カンナ状の刃のついた台座の上で、氷の塊が回転し、氷をスライス状に削りながら、氷の塊を繰り下げていく仕組みを持つ。氷作機。 かき氷メーカー、フラップメーカー、アイスシェーバー、アイススライサーなどと呼ばれる。英名はアイスブロックシェーバー。かき氷機には粉雪のように細かい粒子のかき氷を削り出すことができるものと氷の薄い切片状のかき氷になるものがある。この要因として用いる氷の違いが挙げられる。近年、小型で高性能ながら、 アイスストッカー付きのキューブアイス用製氷機が出回って、来たことや各種電化製品の普及により、かつては氷を入手するために必須であった、氷症への依存度が激減した。加えて、重さ一貫の格氷といわれる、ブロックアイスを扱う氷症も減少傾向にある。さらに天然氷のように冬の間に暴露で、凍らせておき需要があるまで氷室で、 ストックできる生産者も減ってきている。ただし、インターネットやコンビニエンスストアでの取り扱いがあるため、各表の入手は容易になりつつある。各種電化製品の普及のため、かき氷機の製造メーカーは、家庭用はブロックアイス用からキューブアイス用に移行し、粉雪状のかき氷と薄い切片状のかき氷に2分された。ブロックアイスを用いる製品は、 ブロックアイスシェーバーあるいはブロックアイススライサーなどと呼ばれ、キューブアイスを用いる製品はキューブアイスシェーバーあるいはキューブアイススライサーなどとも呼ばれる。業務用は古くは鋳物のフレームに大きな手回しハンドルが本体横についたものが主流であったが、後に氷を回転させるモーターがむき出しで取り付けられているものに変わっていき、 近年ではモーターを内蔵したスタイルに移行している。合わせて、キューブアイス用のかき氷機が製造され、粉雪状ではなく細かい氷の粒のかき氷が普及するようになった。現在でも手回し式のものはレトロ調として販売されている。家庭用は手回しのものが多く、専用の円筒形の製氷皿で作った氷を用いる。 一般的な製氷皿で作るキューブアイスを用いても、かき氷を作ることができる機種もある。主に、子供向けとして需要が高いため、安全面から金属製の刃は用いられないことも多い。またペンギンやシロクマなど寒冷地の動物を模した、形状のものも発売されている。ミルクイチゴハッシュタ種同一のものであっても、地域によって、呼び名や盛り付け方が異なる。 かき氷専用のシロップは氷蜜と呼ばれる。宇治金時のかき氷横浜スタジアムで売られているみかん氷台湾にある氷山の防火石火氷台湾の氷館で提供される草いち氷本根の古いタイプの紅れない豆、氷韓国のパッピンスフィリピンのハロハロを削った氷を食べる文化は古くから各地に存在した。古代ローマには アルプスから氷を切り出して氷室に保存しておき、牡蠣にそれを削って蜂蜜をかけて食べる文化があった。中国語では氷と言う。台湾語では氷とも言う。アメリカ合衆国ではシェーブドアイス、スモーコーンと呼ばれる。ありがとうございます。